大谷選手と山本選手、やっぱり天才は努力もすごいんだな。自分も見習おうと思うけど三日坊主な予感。メジャー行きますって宣言するだけでもプレッシャーすごそう。メンタルどうやって鍛えてるんだろう。小さな一歩ってよく聞くけど、やっぱりプロが言うと説得力あるよな。自分も小さいけどダイエット頑張ろうっと。あれだけの実績持ってるのにまだ挑戦する姿勢がすごすぎる。尊敬しかない。夢を追いかける姿って美しい。自分も何か挑戦してみようかな。まずは英会話から。メジャー挑戦か。自分もプロ野球選手を目指してたけど、まあ小学生の夢でしたわ。日本の野球レベルがメジャーでどれだけ通用するのか楽しみ。山本選手、頑張ってほしい。大谷選手も山本選手も努力に努力を重ねたからこそ結果を出せてるよね。ほんと尊敬します。メジャー行きたいけど、アメリカの料理は脂っこいからきついかもな。夢に向かって行動する姿、こっちもやる気出るわ。小さな一歩、私も何か始めようかな。彼らに比べて自分はなんと怠け者だろうと毎回思う。でも尊敬はしてる。一歩ずつってよく言うけど、やっぱ天才には特別な道があるんじゃ。それにしても努力すごいな。山本選手、日本でじっくり育ってから挑戦って流れがいいね。応援したくなる。大谷選手、メジャー行く前から応援してたから感慨深い。山本選手も負けないで頑張れ。大谷選手はメジャーで日本の野球を代表してる。こういう人がもっと増えるといいね。山本選手もメジャー挑戦って、やっぱり夢って挑戦するためにあるんだな。ちょっと感動してる。挑戦し続ける姿がかっこよすぎる。自分も何かやらねば。やっぱりメジャー挑戦はすごいことだよな。自分も挑戦を忘れずに頑張らないと。プロになる人って努力の段階がもう違うよね。それでも応援してる。夢を語ってそれを行動に移せる人がどれだけいるのか。山本選手、大谷選手は本当にすごい。山本選手はこれからどんどん成長しそうだな。これからが楽しみ。大谷選手、学生時代の目標設定が今の彼を作ったんだね。自分も少しずつでいいから頑張らなきゃ。今までの努力がメジャーで実るといいな。自分も日々の努力をごとにしよう。メジャー行きたいって言葉にするだけでもかっこいい。自分にはなかなかできないな。努力する姿が眩しい。自分も目標に向かって一歩踏み出してみようと思う。日本での経験がメジャーでも生きるといいな。頑張ってほしい。